池ども池ども砂ばっかりですね。どこかで休憩できる場所が見つかるといいんですけど。砂の山を登って降りて登って降りての繰り返し。その上どこもかしこも炎天下。もう無理。砂漠ですからこればかりは致し方ありませんね。とはいえどこか場所を探しませんと。キャル様が座り込んでしまわれました。じゃあここで休憩にしましょうか。私いい考えがあるの。ちょっと待っていてくれる？何してんのよシェフィー。あんたそんな大きい布持ってた？しかもずいぶんどぎつい色。そっちの長い棒みたいなやつも。ええ、前に倒した魔物の花びらを持ってきたの。薄くて丈夫だから何かの役に立つかもって。こっちはあの魔物の枝よ。これをピンと張るように組み合わせて。あ、わかりました。テントですね。シェフィーちゃんすごいです。私食べる以外のことは思いつきませんでした。なるほど、新しい視点でございますね。ふむ、中に入ると日差しが遮られて涼しく思いのほか広く感じます。あの魔物は砂漠に生息しているようですから、その表皮も日差しや乾燥に強いのかもしれません。それに案外スベスベで触り心地がいいわ。ねえシェフィー、これってまだたくさんあるの？何枚かは予備があるわよ。使うならどうぞ。本当？じゃあ借りるわね。ひんやりしてるし昼寝にちょうど良さそう。ああ。ケルちゃん、花びらの皮にくるまって眠っちゃいましたね。黄色いロールキャベツみたいです。美味しそう。キャル様がお眠りになってしまうのも無理がないほど快適に過ごせそうでございます。シェフィー様、ご敬願でしたね。何か音が。あれは主様、皆様お気をつけくださいまし。あの魔物がこちらに。おそらく先日取り逃がしたものかと。迎え撃ちましょう。キャルものんびり寝てないで。にゃん、わおかわり。キャルってば、起きてったら。ダメだわ、熟睡しちゃってる。私たちだけで何とかするしかなさそうね。はい、キャルちゃんを起こさないように行っちゃいましょう。兵が一転、全てがオーロラサンクチュアリ。私の出番、世界を変われ。ライブオンスペシャルステージ、ノーベルプラミナル。兵が一転、いい感じ。現地兵が一転、ライブオンスペシャルステージ。兵が一転、全てがオーロラサンクチュアリ、ノーベルプラミナル。レリンギャー、キラキラワール。ライブオンスペシャルステージ。兵が一転、アジノーベルプラミナル。ダッチャーが脇です。すべてがオーロラサンクチュアリ。私の出番、世界のノーベルグラミナル。なかなか手強い相手でしたね。
かげでおやつの材料がたっくさん手に入りましたよ。新鮮なうちに調理開始です。シェフィーちゃんの用意してくれたテントもあるし、おやつタイムの準備は万端ですね。大変です。砂山の下から魔物の群れが。先ほどの魔物が仲間を呼んだのかもしれません。そんなせっかくこれから素敵な時間が始まるところだったのに。とはいえ戦えるような数じゃないっぽいですね。こうなったら逃げるが勝ちってやつです。逃げるのは私も賛成よ。でもこの砂山、足場が悪すぎてすぐ追いつかれてしまうわ。はい、休憩中でしたから荷物も広げっぱなしでございます。それに先ほどからいくら起こしてもキャル様はぐっすりお休みで、くすぐっても耳を引っ張っても全く反応がありません。むにゃむにゃ、キャルを担いでいたら余計に逃げ切れないし。そうだわ、花びらにくるまったこのまま砂の山を滑らせてみたらどうかしら。滑らせるですか、キャル様を。ひとまず敵から遠ざけておいた方が安全でしょ。幸い下り坂だからソリみたいにスーッと。ふむ、ソリみたいに。シェフィー様、このテントの素材をお借りしても。もちろん構わないけれど、コッコロさん、今から何かを作るのは。時間はかかりません。花びらと茎をこのように組み替えればソリのように斜面を滑ることができそうです。皆様、私の後ろに乗ってくださいまし。おお、なるほど、コッコロちゃん、ナイスアイディアです。荷物も一気に運べちゃいますね。すごいわ、コッコロさん。それじゃあギャルはソリにつないで滑らせるわね。魔物がすぐそこまで来てる。行きましょう。